先ほど本家から連絡があった。コートがドラゴン族の襲撃に遭い、数体のワイバーンが侵入したらしい。神殿騎士団が撃退したとの報告は受けてはいるが、イシュガルドは厳戒態勢を敷き警戒を強めているという。コートへの侵入を許してしまうとは、やはり大神門の魔法障壁を失ったことが大きいか。先に緊急帰国したアイメリク総長は騎士団本部で防衛の指揮を執っておられる。お前をかくまうために協力を仰ぎたいところだが、本国が落ち着くまでは辛抱するしかないだろう。だが案ずるな。お前の味方はここにもいるのだ。しばらくの間ここを隠れ家として使うといい。暁の基準にのっとるならば、うん、雪の家といったところだな。お前を追う者が現れたとしても、フォルタン家の断りなく家探しはできまい。他国に対して閉ざした門が今はお前を守ってくれる。たとえウルダハからの捜査要請を突きつけられようが、お前の潔白が認められるまでは全て跳ねのけるぞ。お前はかつて我が友の窮地に潔白を信じ戦ってくれた。その曇りなき心を今度は私が守るとしよう。お前もまた大切な友なのだから。さあ、私の話はここまでだ。雪の家で暁の仲間が待っているぞ。今日はとても冷え込むな。お前の心で燃えている火を少し分けてやるといい。
私のせいだ。私だけがエオルゼアを真に考えている。そんなおごりがこのような状況を招いたのだ。私の指示で人が動き、私の言葉が各国の祭りごとを左右する。エオルゼアのためにクリスタルブレイブを作り、祖父の残した暁にも我が物かのように接してきた。私は怒り、焦り、大義にとらわれて自分の足元を見ようとはしなかったのだ。私にとってエオルゼアの救済とは一体何だ。万族、万神、ガレマール帝国、あふれかえる難民、アウトロー戦区、ドラゴン族との千年戦争、そして闇の使徒アシエン。守護者になると理想を掲げ、自らの手を汚しもせずに、私だけがこの地の混沌を解決できると意気がっていた。そうか、己の欲望を満たすための道具だったのか。むごいざまだな。全てを失ってから気づくなんて。アルフィノ様。それでアルフィノ殿、あなたはこのまま折れた剣になるおつもりか。いいや、あなたにはまだ仲間がいるではないか。共に歩むことができるとびきりいい仲間が。だが私はそれに、この地ではもう。アルフィノ様、ここがダメでも私たちは生きてるんです。イシュガルドに行くです。ミンフィリアさんは言っていたです。暁の灯火は決して消えないんだって。冒険者さんとアルフィノ様と、あと私がいる限り、雪の中でも雲の中でもその明かりは灯せます。ありがとう、タタル。ありがとう、オルシュファン殿。ありがとう、エオルゼアの真なる守護者よ。そうだな、一歩ずつ進もう。今度は仲間とみんなで。暁の明かりは消さないさ。私たちの思いを無にしてはならないのだから。
すべてロロリト様の申し付けのままに。その先はイシュガルド、我が一族の怨念が渦巻く不浄の大地。やはり忌むべきは人の差が、そうは思わぬか、ハイデリンの使徒よ。暁に再び明かりを灯す。そのためにも最初の一歩を踏み出さねばならないが、あらぬ疑いをかけられたままではできることも少ない。イシュガルドの地で再起をというタタルの言葉にも一理あるとは思う。君とタタルだけでも彼の地に赴き、私はウルダハに戻って。
焦りは禁物ですぞ、アルフィノ殿。オルシュファン殿。ウルダハの動乱の真意を解明し、身の潔白を明らかにしたいのは理解できます。しかしこのような苦境にあればこそ焦りは禁物というもの。それにあなたには頼もしい仲間がおられるでしょう。そうでしたね。私はもう一人ではないんだ。朗報を持ってきましたぞ。我がフォルタン家当主エドモンド・フォルタン伯爵がお三方の後見人となることを申し出てくださりましてな。これによりお三方はイシュガルド四大名家の一つフォルタン家の庇護下に置かれた正式な客人としてコートに入ることが可能となりました。まずは本家の屋敷を拠点に情報を集めながら今後の方針を固めるといいでしょう。反撃の狼煙を上げるのはそれからでも遅くはありません。わかりました。ではご厚意に甘えさせていただきます。感謝いたします、オルシュファン殿。当主はアイメリク総長と同様に話のわかるお方だ。きっとお前にもいい対応をしてくださるだろう。後ほど会おうぞ、友よ。行こう。千年の戦を続ける聖教の都、コート・イシュガルドへ。暁の思いを無にしないために私たちの戦いをもう一度始めるために。はい、です。その者はわずかな友を伴いやってきた。陰謀により血で汚された祝賀会を出したかつての英雄はあらぬ汚名を着せられ今や追われる身である。それでもなお再起を信じ失われた仲間と希望を探し求め彼らは歩み続けていた。落ちた英雄が訪れたのは北方の地クルザスを領する山の都イシュガルド。国境をイシュガルド聖教のオサタル教皇が王権を有し先人ハルオーネを主神とする
宗教都市国家である。四大名家率いる貴族たちが剣と槍を掲げ、旧敵ドラゴン族から都市を守り戦い続ける。竜子戦争とも呼ばれる千年もの果てなき戦いを。固く閉ざされた大神門の扉を開き、歴史あるコートに足を踏み入れた光の戦士たち。彼ら異邦の者たちの到来が千年の歴史を揺るがす変革の始まりとなることを、この時知る者はいなかった。オロシファン、ただいま暁の皆様をお連れいたしました。おお、到着したか。よくぞおいでになった暁の方々よ。我が名はエドモンド・フォルタン。お初にお目にかかる。歴史あるフォルタン家の家名を継ぐ者として一同皆様の来訪を心より歓迎しますぞ。お会いできて光栄です、閣下。この度のお招き誠にありがとうございます。礼をせねばならぬのはこちらの方というもの。イシュガルドの民を代表し感謝の意を示させてもらいたい。しかし戸様の、しかも汚名を着せられた我々を客として迎え入れることに問題はないのでしょうか。アルフィノ殿は心配性でいらっしゃる。確かに我らがコウとイシュガルドはドラゴン族との戦いに専念すべく門戸を閉ざしてきた。だが私はこうした難局にあればこそ国外の勢力と手を取り合うべきだと考えている。無論教皇庁の内部や他の四大名家の中には貴殿らの訪問に眉を潜める者もおりましょう。なればこそエオルゼアの救済のために活動する貴殿らの行動によって誤解を解いてもらいたいのです。伯爵閣下のお言葉を聞き安心しました。仲間がチリジリになった今、できることは限られましょうが、閣下の思いに応えられるよう
務めさせていただきます。それはありがたい。そうですな。まずはコートの暮らしに慣れるためにも都市内を見回ってきてはいかがかな。イシュガルドで何をなすべきかを考えるのはその後でもよろしかろう。